知らないで。日本時間7月8日、ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われた LA ドジャース対ミルウォーキーブルワーズの一戦で、ドジャース大谷翔平の幻の盗塁と、その際に披露されることとなった相手内野手とのほのぼのとした一コマが、野球ファンの間で話題となっている。ドジャースの攻撃、1死1塁、1塁走者に大谷、打席には2番のウィル・スミスという場面で、大谷はスタート。悠々二塁と到達すると、キャッチャーからの送球を受けタッチに行ったセカンドのブライス・ブラングと間近で顔を見合わせながら声を掛け合うという、なんともコミカルな仕草を披露することに。この盗塁、タイミング的には完全にセーフではあったものの、打者が守備妨害を取られてアウトとなり、大谷も一塁へと戻される形となり幻の盗塁に。しかしその後、大谷は再びスタートを切り、二塁盗塁成功。この時ショートの選手とも楽しそうに笑い合う姿を見せ話題に。またあったね。もう来なくていいよ。楽しそうだな。大谷さん大爆笑やん。大谷さん人気者だな。何回来るんだよ。もう走らないでよ。なんじゃ今 Q チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。